たバカ暇人。なんて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 。バカバカバカ頭まくボロロボロ頭乗ってまーす。乗ってまーす。乗ってまーす。こんばんは。お疲れ様です。遅いです。遅いです。もう遅いです。どうしたのフレンちゃん。急にかけてきてそんな。え、そんな、まだ音声乗ってないだろうからって暴言入ってたわけじゃないよ、そんな。やめてよ。え、いや、あのさ、最近めっちゃ思ってることあって。え、な、なになに。フレンってさ、星川のことさ、なんか、うん、めっちゃ好きじゃない。なんで急に何いやなんかすごいなんか会った時とかなんか、うん、オーラを感じる星川のこと狙ってるっしょ言うてえでもなんかね、うん、めっちゃ話しやすくてなんかさ結構何でもズケズケ言ってくれるからそういう人好きなんだよなと思ってどれもやん結構ね気にしいだからねなんかあ今気使われてるのかなとか思うよりなんかえそれ何々じゃないって言ってくれる方があ、うん、すごい本音で喋ってくれてるって思って嬉しくなっちゃうえ気使わずに喋れるってこと星川とあそう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 あそう嬉しいね星川もなんかね気使わずに喋れるフレンド本当本当おなんかそういうメンヘラタイプもっとちゃんと具体的な言葉が欲しいタイプあそうそうそうあえよくわかったねすごいなんでわかった今すごいえすごいすごいめんどくせえもうちょい具体例欲しかったなあ、顔が好き顔うん顔あ可愛いもんねあのおっぱいでかいとこ好きあでかいなごめんちょっと否定ができない全部受け入れてごめん相談事とかはちゃんと真面目に聞いてくれるのいいよねえめっちゃ好きじゃんいやちょフレンからの愛ほどじゃないけどね別に星川の愛はえ星川のじゃんどこ好きおっぱいがでかい顔が可愛いお前同じことしか言わないでも本当におっぱい大きい子好き私本当にそう前のさ、うん、かとつまち第一印象と今の印象聞いてさ全く同じだったけどさ、うん、今の印象もお互い変わらんね確かに同じだねうん、うん、えどういうこと人の好きな人を取るそうそうそうクソ野郎から変わってるクソ野郎からおっぱいと顔がでかいみたいな確かに